こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーション長谷川と土田です。本日もよろしくお願いいたします。今日はめちゃくちゃ髪の毛ツンツンでおしゃれしてどうしたんですか？はい、今日はおしゃれしてきました、はい、めちゃくちゃかっこいいです。ありがとうございます、はい、というのも、はい、今回も寝たきりの方の先発ということでまあワックスべちゃべちゃにつけさせてもらいました。はい、この前おむつの方で先発のやり方を動画で説明させてもらいましたけど、今回はね違うやり方でなんとおむつパッドを使わないやり方があるんですか？使わないです。今日は使わない、はい、水を吸収しない。大丈夫です。そんな方法があるらしいので、はい、そちらの方も紹介したいと思います。でこの前の動画はまたこちらの方を見ていただけたら分かりやすくなっていると思いますので見てください。はい、で土田さん足細くなりましたけど、はい、よかったですね。細くなりました。本当に、はい、今でも毎日やってます。素晴らしいです、はい、まあ、そっちの動画もまた見ていただいたら足細くしたいなって方はぜひ見てください。はい、ということでヤシの木チャンネルでは介護の、介護技術ですね、介護技術の方を中心としたチャンネルになってますのでぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、で先発ですね、寝たきりの方の先発ということで、なんで先発をするのか、なんで先発をするのか、うん、はい、なんで先発をするのかというと、まあ、頭髪や頭皮の清潔を保ち、まあ、皮膚トラブルや爽快感を予防しますということです。で、まあ、あとは爽快感を得ることもできるということで、これ前も説明してますけど年齢とともに発汗量汗かく量は減っていくんですけど、実は頭皮だけは頭部だけは汗の量は変わらないと、まあ、若かろうが年いってようが体の汗かく量は減るんですけど頭だけは一緒ということで、やっぱり寝たきりの方でも汗はかいてますので、そこでベッド上でできる洗髪っていうのを今日ねまたやっていただきます。はい、はい、ではよろしくお願いいたします。綺麗にしてくださいね。はい、もちろんです。じゃあまずね今日使う道具の説明です。まずお湯ペットボトルに、2リットル分ですね用意してください。これ結構大きく2リットル用意するよりかは500の方が持ちやすいので調整が効くと思います。で、これ穴が開いてるんですけど、ペットボトルの蓋ですね、蓋に何ですかこれ、切りとかでもう簡単に穴開けれますので、こうね、ポスってやったらもう一個開きますんで、ポスってやったら穴が開きますんでね、ここねだいたい5箇所ぐらい開けていただいたら、まあいい感じのシャワーになると思います。5箇所ぐらい開けてもらったらいい感じのシャワーができると思います。で、次が今回はね、おむつで水気を吸収しないってことなので、なんと何ですか、排水用に、まあ、バケツ用意していただけたらいいかなと。もうちょっと大きいサイズでもいいと思います。はい、まあ、シャンプーですね、これシャンプーね普段使ってるシャンプーでいいです。あの洗い流さないシャンプーとかじゃなくて普段使ってるシャンプーで、これが、枕とかベッドの上に敷く、体とベッドの間に敷くバスタオル、まあいざという時のためにね、まあ、濡れないようにっていう意味で敷いてあげてください。はい、で、これがこの襟とかね、よく美容院とか行ったら巻いてくれますよね、それ用のタオル、スポーツタオルとか、まあ、首巻ける程度の大きさのものでいいと思います。はい、で、これが首枕、このこう寝た時にどうしてもここってスペースできるんでしんどくなるので首に枕を当ててあげることで楽になります。で、最後にこれが顔を拭くやつ、顔を拭くタオル、最後にすっきり顔を爽快感得られるために、これを、まあ後でチンして使ってもらうんですけど、はい、顔拭くタオルです、はい、で最後一つの、道具ですけど、これが一番今回の動画で大事な部分なので、まあちょっとしっかり説明します。はい、はい、最後というかね、一番大事なもの、ケリーパッド、はい、というものらしいんですけど、はい、何かというと、ベッドの上でシャワーじゃーってやった後、別におむつとかで吸収せずにその水をさっき紹介したバケツですね、バケツにこう排水させるものですね、小道具を今から作ります。これも自作できるので、はい、はい、ではもうどれぐらいのバスタオルですか？ちょっとこれあんま大きくなかったんですけどね、ちょっとこんなもんのバスタオルでいいみたいです。大きいのでももっと大きくてもいいかもしれないです、はい、まず折ってどう？あ、もう適当ですけど、適当に、はい、はい、適当にくるくるくるっとこう丸める方がいいみたいです。丸めます。丸めて細長い棒状にします、タオルを。はい、くるくるくる、はい、で輪ゴムで留めます。端をちょっとこんな感じで戻らんように、はい、はい、
はいはいはい、でビニール袋ですね、はい、に入れます。これをこう U の字になるように入れていただいて、 U の字ね、こう U、はい、見えますか、 U の字になるように入れます。はい、でもうこれで出来上がりなんですか。これで出来上がり、はい、素晴らしい、はい、じゃあ早速、はい、頭の方を洗っていただき、早速というかようやく頭を洗っていただきますはい、はい、ではまず準備をしてもらいます。はい、はい、まずは頭の部分のベッド柵を外します。はい、で髪の毛を洗ってシャワーでジャーッとした時にお湯が流れるように頭元にバケツを置きます。ちょっと今回バケツがちょっと思ったよりちっちゃいのを用意してしまったので下にちょっと置くものも置いております。はい、じゃあ早速洗っていただきます、はい、まずベッドを介護者が一番しやすい高さまでベッドの高さを上げさせてもらってます。で今使って出る枕を取って下に濡れないようにちょっとバスタオルを敷かせていただいたら、ちょっと今回はお水をベッドサイドに流していきたいので、ここの真ん中ではなくて頭をベッドサイドの方にしてもらうためにちょっとベッドサイドの方に上半身を動かしたいです。はい、このぐらいでいいかな、はい、足もね、体がまっすぐなるようにしてあげた方が腰に負担かからないんでね、楽な格好して斜めにまっすぐって感じですね、はいはい、で本来でしたらちょっとまた上に掛け布団をしてもらいたいんですけれども、ないのでなしで、で足もまっすぐだとしんどいのでちょっと膝枕ね、膝の下にあっても楽かもしれません、はい、お膝の下に枕を置いてあげると膝がちょっと曲がって腰に負担が減るのでそうしてあげてください。はい、そうしましたら肩の下に枕を入れます。はい、先ほど作ったで U の穴が開いてる方をベッドサイドにします。はい、頭上げます。はいはい、U のこっちが開いてる感じですね、はい、こっから水が流れるようなそんなイメージですね、はい、で、はい、今やとここもうバサバサとなってるんで水がジャーッといろんなところに流れていってしまうので、この下をよいしょ、洗濯バサミで今ごめんなさいめちゃくちゃ汚くしてますけど止めれば水は必ずバケツの中に入ります。はい、なるほど、はい、で首周りにフェイスタオルを巻いていきます。あげます、濡れないようにさせてもらいます。ちょっと中にクックッと入れさせてもらいます。なるほど、はい、はい、体勢は苦しくないですか。バッチリです。はい、よかったです。そしたら早速お湯を流していきたいと思います。流す前に頭皮に傷とかがないかを確認して、あとは指でついてるホコリとかを取っていきます。はい、ちょっとじゃあ上げさせていただいて、はい、失礼します。なるほど、手ぐしをするんですね。そう、手ぐしをちょっとめちゃくちゃなんかついてますねなんやろこれは、ベッタベタですね。いやいや日頃の油が溜まっているんです。すごいじゃないですか。よし。で、今私が触ってて痛いところとかはないですか。はい、ないです。はい、わかりました。私も触った感触で何かがあるとかないとかあるとか見させてもらいます。はい、では特になかったので用意していたお湯で髪の毛を流します。40度ぐらいで用意してます。はい、では流します。気持ちいいです。あ、よかったです、はい、いや、ちょっとこれね、後でぜひぜひお見せしたいんですが、すごくバケツの中にお湯が入っていくんです。
素晴らしいんです。たらこんな感じで今映ってるかと思うんですけど、流してるお湯がバケツの中にうまい具合にいきます。すごい、ね、素晴らしいです。こんなんでこんないくのははい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、こんな感じで、はい、はい、1本使うわけですね。そうですね、これベッタベタやったんでやっぱ500は必要ですね。なるほど、はい、ちょっとね、待ってくださいね。はい、いいですいいです。ただ1個だけこれの難点が、この下に時々汚いお湯がこういう風に溜まっ、あ、見えますかね、あの溜まっちゃうんです。めちゃめちゃ汚いのが。はい、いいです、ありがとうございます。この水が冷えて体がちょっと寒くなってしまうので、とにかく素早くやっていきます。シャンプーを手に取ります。お湯で一度よいしょ、ちょっと手で泡立ててから、よいしょ、全体に。人間どこが一番痒いかっていうのが、結構この頭頂部からこの側頭部にかけてのこの額のこの生え際っていうんですかね、生え際の部分と、あとは後頭部が一番こう痒みが出やすいと言われております。どうしても後頭部が難しいので、一回ちょっと顔だけ横向いていただきます。はい、じゃあ反対向いていただきます。はい、ではちょっともう素早く流していきたいと思います。で、一度あまりお湯をいっぱい使えないので、今ついてる泡を手ぐし、よいしょ、手ぐしで今取らせてもらってます。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではお湯でザーッと流していきます。耳を、耳にちょっと水が入らないようにするときに、見えますかね、これ全然分かっ、耳こういう風にされる方いるかなと思うんですけど、結構お年召した方、高齢者の方、こうすると痛みがある方多いので、もう本当に手の甲で添える感じにして、ここから流していった方がいいとされておりますので、よろしくお願いします。左側向いてください。で、今回は今首の下あたりぐらいお湯が、お水が溜まってるので、ちょっと3本ぐらい流したら、上げさせてもらいながら襟足の方を流します。でもう下につけちゃうと、下のビニール袋に残ってるお湯についちゃうので、ちょっともうずっと上げながら最後の1本は流します。はい、全部使いましたので、もうこのビニール袋とこれはこのままもう外します。で、肩枕も取ります。はい、で下に置いてあるバスタオルちょっと使って、はい、もう拭きます。はい、はい、そしたらちょっと最後にお顔に残ってるシャンプーのカスとかをちょっときれいにしたいので、少々待っていただきます。はい、はい、ちょっと待っててもらいます。なるほど、こんなことも、はいはい、お水で濡らしてレンジで30秒チンしたタオルを持ってきました。はい、はい、で、こちらをちょっと広げて、ここ見えますかね、ちょっと半分に折って、あんま暖かくなかったです、ごめんなさい。暖かいですか。ちょっとお顔全体こういう風にちょっと拭かせていただいて、はい、目に入らないようにちょっと目も拭いて、目頭から目尻に拭いて、で最後に耳にも残ってないか
耳の後ろも拭いて、はい、で髪の毛を拭きます。ドライヤーはあれば、もちろんドライヤーを使っていただいて、うん、はい、で終わりです。終わり、はい、で終わった後に水分補給もしていただきたいです。はい、はい、どうですかね、濡れてなかったですか。濡れてないですね。濡れてないですか、はい、あとここお水流してたところなんですけど、ちょっと今汚くて申し訳ないです。こんな感じでよいしょ、じゃーっとここから流れてた分でよいしょ言ってたので、床も汚れてはないはずです。はい、こんな感じで、はい、はい、ということで、はい、今日は先発、まあ前とは別のやり方でね紹介させていただきました。すごい画期的なやり方ですね。はい、はい、髪の毛すっきりしましたか。めちゃくちゃすっきりしました。良かったです。はい、なので、はい、お風呂に入れない方でも頭を洗ってもらうだけでもうかなり爽快感があるので、ぜひあの寝たきりの方でも頭洗ってあげるとすごい喜んでくれるかなと思います。はい、はい、いつもコメントと高評価の方ありがとうございます。はい、これからもこうやって介護動画、介護技術の動画をね上げていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。では今日もこの辺でさよなら。